柳の御所遺跡流の御所遺跡流の御所遺跡は、岩手県西岩井郡平泉町にある、平安時代末期の遺跡。あずま鏡に記されている、欧州藤原氏の成長、平泉館跡と,と推定される。国の史跡、柳の御所、平泉関郡に指定されている。柳の御所は、欧州藤原氏初代清平が、江差市郡と与他から、 岩井軍平泉に移ってきて、巨寛を構えたところであり、三代秀平が、成長、平泉館とするため再整備を行ったとされる。中村寺の南東に位置し、柳の御所から北西方山上の金色堂を望むように造営された。文治五年、源、頼朝の二十八万余の大軍に攻められた際に、藤原康平が自ら火を放ち炎上した。 柳の御所の名前は、キャラ御所の名前に対比して、後世に名付けられた。東鏡には、無料行員の北に館を構え平泉館と、称したと記しており、柳の御所の名はないが、JR 平泉駅の北500メートルのところに、柳の御所の字があるので、現在はこのあざ名を取って柳の御所と呼んでいる。高立の南東。 北上川西岸と猫が縁に挟まれた標高、約25メートルに立地し、発掘調査の結果、11万2000平方メートルある、一帯からは、多くの掘ったて柱建物跡や、巨大な掘り、橋、道、園地、屋敷群跡、10トン以上の河原家、中国産陶磁器、床さんや厚見さんの陶器、当時の絵星、国内初の発見となる岩前、 村印将棋の駒などが出土している。これらの出土品は、国の重要文化財、岩手県平泉遺跡群出土品に指定されている。現在は、遺跡面積約10ヘクタールのうち、約5ヘクタールが柳の御所史跡公園として整備され、池、堀、道路などが復元されている。今後は、建物も復元整備される予定である。柳の御所は、 欧州藤原市の初代清平、二代、元平の館あるいは源義経の居所と伝承されてきた。平泉館跡は北上川の水晶部にあたるため、長年にわたり侵食され、一時遺跡は川によって流されたと思われていた。同遺跡の発掘調査は、1969年の平泉遺跡調査会による調査が始まり、 その後1988年に始まった6年間に及ぶ一ノ席油水地事業、平泉バイパス建設に伴う緊急発掘調査により重要な発見が相次いだ。以来44回に及ぶ調査の結果、中心年代が12世紀後半であり、特に三代、秀平の時期に重なることが判明した。 こうした歴史的成果から保存の市民運動が起こり、その価値を重視した建設省も堤防、バイパスのルートを変更するという判断を下した。1997年には、国の史跡、柳の御所、平泉石群に指定され、世界遺産登録運動が開始された。2001年に、世界遺産登録の前提となる暫定リストに、 平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された。2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した。文化庁、岩手県ではユネスコへの再度の申請を目指し、2011年5月に国際記念物遺跡会議が 平泉の世界遺産への登録を勧告したものの、柳の五所遺跡の除外が条件となったため、同年6月の第35回世界遺産委員会では、韓国通り流の五所遺跡が除外される形で、平泉、仏国道を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、として、世界遺産への登録が決定した。2012年、一関市の骨寺村省園遺跡、 欧州市の白鳥館遺跡、長蛇ヶ原廃寺跡、と、平泉町の拓国窟とともに、暫定リストに、再び記載された。世界遺産登録の中核区域近辺に建設された、平泉バイパスは、世界遺産登録を意識し、柳の御所遺跡の景観を保護する観点から、バイパスを走行する車両が、史跡公園から極力見えないように、半地下化やルートの変更などを行った。 それでも、北上川の流路を変更するような大規模開発は、歴史的景観を変更することは避けられず、文化的景観の価値を損なったという懸念もある。ありがとうございます。